注目の1番人気、2番マルゼンスキー。行くわよ。晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝1600レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。下克上は起こりうるのか。マルゼンスキー注目株の馬娘だ。人気と実力を兼ね備えたヤマニンゼファー、真っ向勝負に注目だ。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイレクトヘリオス。向こう正面中間に入っていくマルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。続いてダイレクトヘリオス、ヤマニンゼファー、内から行く1番4番手、さらには12番、さらに10番1馬身離れて6番外を回って17番、そのうち並んで9番少し後ろから第1ルビー、少し離れて5番外から13番、1馬身差7番、1馬身離れて15番、大手焼きを越え4コーナーへ。エンジンの違い見せてあげるわ。これが私のフルスロットルよ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのはヤマニンゼファー、マルゼンスキー、花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったマルゼンスキー、先頭はマルゼンスキー、これは強い。予防客を切りました。食い下がるヤマニンゼファー、マルゼンスキー、速い速い、もはや独走状態。残り200、逃げるマルゼンスキー、マルゼンスキー突き放す、マルゼンスキー、リリーフは5馬身、マルゼンスキー、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。レジェンドレースを制しました、マルゼンスキー、見事な勝利だ。2着ヤマニンゼファー、3着はダ